吉田さん培った能力が使えなくなる時って多分ねその能力にみんなが追いついてきた時じゃないかなと思うんですよ例えば YouTube の発信めちゃくちゃ僕らするじゃないですかで少ないアクセスでも続けるし少ないアクセスでも商品売るしみたいなことをやってるときにそれみんなができるようになっちゃったら多分それはそれでなんか飽和しちゃうと思うんですよねだから一部の人しかできないから仕事になる一部の人しかできないから稼ぎになると言えると思うんですよ なのにね、稼いでる人指さして、いや、そんなんできるの一部の人だけですよ、つってね。いや、だったら、コックだってね、シェフだってね、ホテルの管理人だって一部の人しかできませんよ。駐車場の係だって、ガードマンだって一部の人しかできませんよ。だからそういう現実を見たら、なんかね、自分ができない理由を一部の人しかできないから、みたいに言うのはおかしいなと思うんですけども、まあ、おかしいのが世の中ですからね。で、今回ね、あのタイトルに「家」ってしたのは、この、 時点でっってのの買たんですよ。これ面白くってねあのいろいろ無意識に使われてる罪のない言葉をそうツッコミするみたいな感じなんですよ。でその中で帯に書かれかてるのが家事手伝ううよよっってて言葉ねこれがおかしいって言うんですよまあ、つまりこの暮らしっていうのは夫婦の生活とか家庭の暮らしっていうのはみんなで作るものだから家事を手伝うっていうふうに他人事みたいに言わないみたいな感じなんですよね。 でも別に他人事だと思って言ってるわけじゃなくて便宜上手伝うって言葉を使ってるだけなのにそこを突っ込むやつがいるっていう余計なことを言うやつがいるってことなんですよ。じゃこの突っ込みに対してさらに突っ込もうとするとねじゃあ家事を手伝うって言葉がおかしいんだったらじゃあ俺は外に行って稼いできてるよ会社に行って稼いできてるよじゃあちょっとこれ俺の稼ぎ手伝ってくれよってのお前どうなんだみたいなことになってくるわけですよだから水かけ論になっちゃうんですよねあの論破合戦とかねだから そのいかにもこんな言葉があります例えばねあのー、男性ばっかりの飲み会に女の子が一人ポンとやってきたらこう言ってんだねとかねであのー、花を添えに来ましたみたいなね感じで女の子も言ったりとかするとでそれは女性をあまりにもね特別しし過ぎてるとかこう言ってんとか女性のことを花になぞらえるとか別に悪い気は誰もしないんですよなのにそれは男女差別だっていう人がいるわけですよ そういういいことが書いてあるんですよアホかというね <laughs> そんなことをね、暇だなお前らあげやしとって。じゃあ誰も何も言わないでおこうかみたいな感じになっちゃうわけですよ。ね、明らかなね、侮蔑発言とかあると思いますよ。うん。でも、こうやって言葉狩りをしていく末にあるものは、ああ、ただそれぞれだよねっていう言葉なんですよ。みんなそれぞれだよねって。まあ完璧じゃなくて一部の人はそうだよねみたいなね。で、しまいには人間は完全じゃないんで。 そんなな極極論対極論対になってくるわけですこれだって極論ですよ「家事手伝う」なんてね。家事手伝うって言葉に悪意ありますかねで無意識な悪い用法について書かれてるみたいなんですけど無意識なんだったら別にそれ意識してないんでほっときゃって話ですよ。そこに結局悪意が込められてるか人を貶めようという動機が刷り込まれてるかによってあの反論するべきなのにそんな意図が全くないのにこんなことをね書くとかね。 だったらあー子育ては手がかかるわーって言ったら産まなきゃよかったじゃんみたいなことになるんですかってことですよ。面倒くさい喜びとか手がかかる喜びとかあるわけですからね。まあバカ野郎って話なんですけども、まあ、そういったものですらね本になるというねこのこんなぶっとい本になるという。なんかね情報商材なんとかバイブルとか買っとけって話ですよ。1540円。<laughs> いってらっしゃい。